個人的に言えばパーツ目当てとして買うのもありだと思います。皆さんこんにちは、ジェイソンレゴブルダーヒロイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴスピードチャンピオンポルシェ963です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の3月に発売された新しいレゴスピードチャンピオンです。はい、外箱はこのようになっていて、僕はレゴスピードチャンピオンでポルシェを組み立てるのがこれが初めてです。この赤黒白系のカラーがめっちゃ好きなんですよね。はい、箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は3435円で、ピース数は280ピースです。ちなみにこちらは神戸のコストコで2300円で買いました。めちゃくちゃ安かったです。ではこちらのレゴスピードチャンピオンポルシェ963を組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。いやー、やっぱね、このカラーリングめっちゃかっこいいですよね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で40分かかりました。では今からこちらの付属のシールを貼って完成させます。ちなみに今回のシール枚数はなんと34枚もあります。ではシールを貼って完成させます。せーので、完成、ポルシェ963です。はい、完成しました。シール貼ったらめちゃくちゃかっこよくなりました。ちなみにシールなんですけど全部で10分かかったので、全部作るのに50分かかりました。はい、まずはこちらのドライバーのミニフィグを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになってます。毎回思うんですけど、レーシングスーツのデザインがめちゃくちゃかっこいいですよね。ポルシェと書いてあったりとか、結構プリントパーツの気合がめちゃくちゃ入ってます。そしてこのドライバーはヘッドパーツをヘルメットに付け替えることができます。はい、続いてはこちらのポルシェ963を見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。ここにポルシェのロゴマークがあって、このボンネットの部分はパーツの色分けで一部シールが使われています。まあ7、6割ぐらいシールで再現されています。そしてこのヘッドライトの造形もまた他のものと違って結構面白い形になっています。横から見たらすごいスタイリッシュに見えてすごいかっこいいです。続いてボディはこのようになっていて、この部分はプリントパーツになっていて、他はシールで再現されています。このシールがこういうラインで繋がっているところがすごいかっこいいですよね。そしてこのポルシェのシールが貼ったパーツなんですけど、これは一体化になっています。多分これも新規のパーツだと思います。はい、そして後ろから見るとこのようになっていて、このバックライトのレッドクリアパーツがすごい渋くてかっこいいです。そしてこのパーツは新規のパーツになっています。ホイールはこのようになっていて、ちなみにホイールは今回2種類あって、ホイールの買い方はいつものレゴスピードチャンピオンと一緒です。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。
では操縦席部分を見ましょう。はい、操縦席はこのようになっていて、操縦席の造形については結構シンプルになっています。ではミニフィグを座らせます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。今回組み立てたポルシェなんですけど、割と個人的に言えばパーツ目当てとして買うのもありだと思います。では最後に色々と比較しましょう。まずは色的に似ている日産 GTR ニスモと並べるとこんな感じです。使われているカラーが一緒なので結構合うんじゃないかな。ちなみにちょっと分かりづらいんですけど、大きさは今回組み立てたポルシェの方がちょっとだけ長いです。では続いて最近組み立てたこちらランボルギーニカウンタックと並べるとこんな感じです。おお、この並びすごいかっこいいですね。大きさについては今回組み立てたポルシェの方が長いですね。はい、そして最後はこちら、じゃーん、僕のお気に入りのジャガーのフォーミュラ E と並べるとこんな感じです。僕黒ベースの車がすごい好きなんですけど、やっぱ両方並べてみたらすっごいかっこいいですね。長さについてはほぼ一緒ですね。はい、レゴスピードチャンピオンポルシェ963はこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンポルシェ963を組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたポルシェ963は全体的なカラーリングと造形がすごいかっこよくてめちゃくちゃいいと思いました。個人的にこのポルシェ963に使われているパーツは結構珍しいパーツもあったりしますので、これはパーツ目当てとして買うのもありだと思います。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。